w r グレースビルはニューヨーク市マンハッタンの超高層ビルである。このビルは基本的にゴードン・バンシャフトによって設計され、1974年に竣工した。w r グレースカンパニーによって委託され、デロイト東州によって使用されていた。このビルの住所は1114アベニュー・オブジ・アメリカスで、 あるが、メインエントランスは5番街と6番街の間の42丁目沿いにある。ビルの正面は、ブライアントパークに面しており、斜め向かいには、ニューヨーク公共図書館がある。このビルの床面積は、約151万8000スクエアフィートで、敷地面積は、約 100X442 フィートである。このビルの現在の所有者は、ブルックフィールドファイナンシャルプロパティーズ。 LP である。このビルの美観の一つには、北と南のファザードが垂直方向に、保形にカーブした斜面になっていることが挙げられる。これは、バンシャフトの別の作品、57丁目に立つソロービルと似ているが、これは偶然ではなく、却下されたソロービルのデザインの別案を、グレースビルの設計に使い回した結果である。このビルの白色とラバーチンの外装によって、 周りのビルよりも明るい色合いになっている。グレースビルが建つ以前には、スターンズデパートの機関店と本社があった。2005年、ニューヨーク市立大学のウェルカムセンターがこのビルの1階にオープンし、入学希望者へワンストップで情報を提供している。2007年のマーベルコミックスの映画、ファンタスティック4、銀河の危機では、ヒューマントーチに追われるシルバーサーファーが、 ビルの沿ったファサードをサーフボードで滑り降りる。また、彼の乗り物がこのビルの前にひっくり返って止められているシーンと絡めた自動車損害、賠償責任保険の CM もある。2010年のコメディ映画、恋とニュースの作り方では、ベッキー・フラーが働く IBS テレビネットワークの本社ビルとして登場する。このビルの特徴的な外見は DC コミックスの EN。 s t a r ラブスと EN ザベンチャーブローズにおいて1インポッシブルプラザの本社ビルのデザインに用いられている。ありがとうございます。